天正10年6月天下統一を進めていた織田信長が本能寺で明智光秀に倒されますここからポスト信長をめぐる家臣の武将たちのつばぜり合いが始まりましたいち早く戦闘に踊り出たのは羽柴秀吉 中国地方で戦っていた秀吉はすぐさま取って返し明智光秀を打ち果たしますこの秀吉のライバルと目されたのは織田家の筆頭過労閣柴田勝井勇猛果敢で数々の戦歴を誇る勝井家は鬼柴田の異名を持つ武将でした 実は、信長の死後から静ヶ岳で決戦に至るまで、二人の間では水面下の激しい攻防が続いていました。ポスト信長の体制をめぐり、秀吉と勝家の考えは全く異なっていたからです。近年、新しい資料が相次いで見つかり、この時期の二人の考えの違いが明らかになってきました。 これは去年一般に公開された勝家の手紙です。一同の合議をもって進めたい。勝家は家臣たちによる合議制で裏家の知性を続けようと強く主張していました。一方の秀吉は本能寺の変の後、早速自分の勢力を伸ばそうと動き始めていました。 これは今年公開された秀吉の手紙です。信長の死からわずか3週間後、戦略上の重要拠点である東美濃を市中に収めようとしています。秀吉は織田家に代わって、自ら天下取りを狙っていたのです。やがて近づく決戦の時、短期決戦で臨む勝井、 その実力を恐れる秀吉は平野部に長大な策を築き持久戦に持ち込もうとしますその時歴史が動いた今日は本能寺の変から静岳の戦いに至るまでの秀吉勝家の知られざる攻防を明らかにします こんばんは皆さんマスサイルですその時歴史が動いた 今日は、これから静ヶ岳の戦いをご紹介していこうと思うんですが、これは、秀吉が勝って、秀吉の天下取りの足掛かりになった戦いという位置づけでございますが、今日のその時は、この静ヶ岳の戦いが終わった時。柴田勝家が負けた時、天正十一年、一五百八十三年の四月二十一日といたしました。静ヶ岳の戦いが終わった時ですから、秀吉が勝った時でもいいわけです。けれども、しかし、あえて勝家が負けた時といたしましたのは、実は今日、これから、この番組は。 あ勝家に寄り添ったといいますかね勝家にどちらかといえば重点を置いた番組作りをしていこうというふうに思うからでございましてこの2人の人物像というのはいろいろ言われておりますこれまで例えば秀吉は非常に弁札爽やかにペラ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 口を動いてですねでその心配りがよくできていてフットワークは軽くて腰も低くてそして人の心を忖度しながら的確に物事を進めていく人物というふうに言われて と言いましたし、一方の柴田勝家えはあ口数はそんなに大きくな多くなくてですね、むしろ寡黙で、えー、その分その豪胆こういう骨太。 生き方はそううまくないといと、まあ、こういったような人物として捉えられておりますけれどもしかし必ずしも例えば柴田勝家は自分の家来たちに対して細かい配慮が行き届く武将でございましたしつまり例えばこの静ヶ岳の戦い一つを取ってみてもこの二人はこの歴史の結果ほど 差はないんだということにですね、えー、去年今年と相次いで、えー、公開された新しい資料をご紹介しながら迫ってみたいというふうに思うわけでございます。えー、番組はまずこの静岡県の戦いのほぼ1年前に起こった経典同地の出来事、そこから話を起こしていこうと思います。天正十年6月2日。 織田信長が本能寺で倒れます明智光秀が起こしたこのクーデターは信長配下の武将たちが遠征中の感激を縫ったものでしたこの時羽柴秀吉は中国地方で毛利輝元の軍勢と対戦中また筆頭家老閣の柴田勝家は越中で 上杉影勝勢と戦っていました事件はすぐさま信長家臣の武将たちにもたらされますあくる三日の夕方に信長の死を知った秀吉はすぐさま仇討ちをけず毛利との間に和義を成立させ素早く取って返し十一日早朝には大阪に戻ってきました 一方勝家が事件を知ったのは秀吉が知った翌日の6月4日と言われています敵の大津城を攻めようとした直後でしたこの時勝家の甥佐久間守政はすぐさま戻って仇討ちをしようと進言しかし共に参加していた前田利家は撤退しては上杉勢の追撃を受けると意見します 撤退するか、とどまるか。我々意見を勝家が調整するうちに時が経ちます。結局、勝家が撤退を開始したのは、本能寺の件の5日後、7日のことでした。大阪に戻った秀吉は、庭長秀や信長の三男信孝と早くも戦の準備を整えます。そして、 信長の死からわずか11日後の6月13日、山崎で明智光秀を討ち滅ぼします。秀吉は一躍主君あだちの功労者となりました。その頃勝家は越中から撤退の途上にあり、 結局信長の仇討ちには間に合いませんでした山崎の戦いから2週間後の6月27日清洲城でポスト信長をめぐる清洲会議が開かれます秀吉がこの清洲会議を有利に運ぼうとした形跡が 今年公開された秀吉は今まで信長に人質を出していた東美濃の武士たちに今後は自分秀吉に対して人質を差し出すように求めています。 あのこちらに6月25日というふうに日付がありますので、えー、清洲会議の2日前に出したものだということがこの文字の特徴的なことです信長の時代から武田の両国と境を接する東美野は武将たちが取り合いを演じた戦略上の重要拠点でした この地を自分が掌握することでこれから始まる清洲会議を有利に進めたいそれはすでに天下取りを意識し始めていた秀吉のしたたかな政治工作でしたさらに秀吉は清洲会議を有利に進めるために出席者を事前に選んでいたとも言われています集まったのは 勝家・秀吉を含む四人のカロ格の武将たち。しかし残りの二人、ニワ・長秀と池田・恒ネは、秀吉の肩を持つ武将でした。会議の重要な議題は、信長の後継者問題と領土問題でした。信長の長男・信忠は本能寺の変で亡くなっています。勝家は、 武勇、知性、共に後継ぎにふさわしいのは三男の信孝だと主張します。それに対して秀吉が推したのは長男信忠の維持三坊氏でした。信長の直系の孫が後継ぎになるのが筋目であると主張します。しかし三坊氏はまだ三歳。 秀吉は自らがその背後で政治の主導権を握ろうと考えたのです。庭と池田の二人は秀吉に賛同します。結局、三坊氏が信長の後継ぎとして安土城に入ることが決まり、勝家の案は退けられました。領土の分配については、 勝家は新たに北近江を手に入れますしかし秀吉は京を含む山城など政治の中枢部である畿内を掌握するに至りました清洲会議では今後も建安事項は家老たちの合議で解決することが決定されましたしかし会議が秀吉の思惑通りに進んだことから 天下の覇権は秀吉に傾くかに見えました。勝家は、家臣の中で一人突出する秀吉を警戒します。福井市立郷土歴史博物館の角賀直和さんは、勝家が秀吉を警戒したのは、 もともと勝家が織田家に対して特別の感情を抱いていたからだと考えています織田信長の先祖も柴田勝家の先祖も越前の国に非常に関わりがあるということですどういうことかというと柴田勝家の先祖は越前守護であった柴田勝家だと系譜にあるわけですね もしそうであるとすれば、その柴氏の元で悲観を務めたのが織田信長の先祖なんですね。柴氏を介してですね、織田柴家が非常に近い関係にあったと見ていいと思うんですね。そういうことでは同族集団と言いますか、先祖は同じ縁主を持つ関係にある。織田の後継を立ててですね、自分は必ずしもあの主導権を握るんじゃなくて、 まあ、今までの家臣団の話し合いによってその家臣団の長に立ってですね家老としての役割を果たしていきたかったんだろうというふうに考えています清須会議の後勝家は自らが後継者に通した信孝の城岐阜城で信長の妹お市の方と結婚します 二人の結婚により、勝家と信孝の関係は深まり、織田家との絆もさらに強まります。自らが防波堤となって、秀吉から織田家を守りたい。それは、勝家が静方家の戦いに敗れる、およそ9ヶ月前のことでした。 ゲストのご紹介です。静岡大学教授の和田哲夫さんでいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いします。まあ本能寺で信長がああいうことになってしまって。で、はい、その信長軍団の中枢、きっと花崗岩が柴田勝家。はい、で秀吉はまさきかけて主君の穴を取った。この二つの問題は二人の存在を。これまで以上に意識させることになりました。はい、そうですね。まあ特に柴田勝家の場合には、それこそもう、うん。信長。 というか織田家とある意味では同族意識的なものがありますししかも,もう生え抜きですよね、うん、ですからこう自分が何とか守らにあいかんという思いで、まあ、要するに織田家体制をそのまま存続させようとした、まあ、自分はその補佐役でいいと。まあ、一方方秀吉のはははそううではなくてやはりこう 自分が一番今は能力あるんだと、うん、つまりこの信長の子供たち、まあ、次男の信勝にしても三男の信孝にしても信長の偉業を継ぐほどの器ではないと判断して<ー>むしろ自分の方が信長様のやり残したことはまあ自分がやるっていうことで、うん、まあそのこう能力あるものが天下を継ぐのが当たり前だという意識ですから、うん、もう本当にこう貧しい農民の せがれから這い上がってきた秀吉らしさですね。まあ、それと織田家生え抜きの柴田一誠との。まあ、違いっていうのが、やはり賤ヶ岳の戦いの背景にはあります。すね、まあ、時代が秀吉と勝家、この二人の人物の立場の差というものを浮き彫りにいたしました。 でこの2人はですねそれまで以上にお互いを意識しながらしかしそれぞれ,がそれぞのれの動きを今後も見せるのでございます清ス会議から一月経たっても参謀師を信長の後継者として安土城に移すという決定は実行されませんでした。 安土城は信長の死後焼け落ちて建設中だったため三法師は勝家が信長の後継者としておした岐阜城の信孝に預けられていたのです秀吉はこのままでは信孝ひいては勝家に三法師を取り込まれてしまうと危ぶみます早速秀吉は丹羽長秀に手紙を送りました 三法師殿がいまだ安土に移らないのは外文が悪い。ことによると、城が完成するまで、一時庭殿の坂本に移っていただいてはどうか。三法師を勝家信孝から引き離すのが狙いでした。 去年、初めて一般に公開された勝家の書簡です9月3日に丹羽長秀に宛てたこの手紙はこの時期の勝家の政治姿勢を知る貴重な手がかりです手紙の中で勝家は秀吉を厳しく批判しています 三坊師殿が移った後に不慮の事故が起きたら取り返しのつかない失態になる。さらに勝家はこう述べています。前にも確認したように、一同が納得した上でことを進めるべきだ。 清津会議の決定事項である家老たちの合議制を守るよう勝家は強調しています勝家は参謀誌問題を合議制の最重要課題とすることで秀吉の独創を抑えたいと考えたのですさらに勝家は一月後秀吉の側近に手紙を送ります 勝家は重ねて合議制の大切さを強調しています。いまだ四方に敵があるのだから、内輪争いはやめるべきだ。対話によって問題を解決しようとする勝家ですが、秀吉からは勝家の努力を 無にするような答えが返ってきました10月15日今日大徳寺秀吉は独断で信長の葬儀を行ったのです葬儀には3000人が参列し秀吉は自らが信長の後継者であることを周囲に見せつけました 葬儀の3日後に、秀吉が信孝の家臣に宛てた手紙です。信長の葬儀を独断で行ったことに関して、相談したが返事がなかったと、白を切っています。さらに、同じ手紙で秀吉は、勝家との関係は修復不可能と、勝家との絶縁宣言をしています。 もはや天下取りの野心をはばかることなく抗言し、勝家と対決する腹を固めたのです。一月半後の十二月七日、秀吉はついに実力行使に及びます。勝家方の長浜城を突然包囲し、あっけなく降伏させます。 12月20日には岐阜城の信孝を攻め、跡継ぎ三謀師を強引に取り戻しました。この時、勝家は越前北の省で雪に閉じ込められ出兵できませんでした。しかし、手をこまねえていたわけではありません。 秀吉に反感を抱く岐阜の織田信孝、伊勢の滝川一正とともに秀吉に対抗しようと考えます。勝家は秀吉包囲網を全国規模で計画しました。欧州の伊達市、また荒野山を通じて四国の長我壁市などに手紙を送り、両者と連携しようとしたのです。さらに勝家は、 西の大大名、毛利氏を担ぎ出そうとします。勝家は実際に、先の将軍、足利義明に仲介を頼んでいます。当時義明は、毛利氏の庇護を受けていました。天正11年2月13日の勝家の書簡です。 ご入落に尽力いたしましょう。勝家は義明の上落を促しています。またその後、毛利氏に挙兵するよう催促してほしいと義明に依頼しています。当時の記録には、秀吉に対する勝家の決意が記されています。 秀吉は天下の絶対の君主になろうとしている。冬が過ぎたら自分は秀吉を攻撃するつもりだ。秀吉・勝家の直接対決の時が近づいていました。それは、勝家が静ヶ岳の戦いに敗れる2ヶ月前のことでした。 主君信長の敵をですね他の武将たちに先んじて取った秀吉は。 その後難なくそのポスト信長の戦闘を最右翼に座ったというふうに思われがちでございますけれども実はそうではなくてですねその信長軍団の中核つまり首席過老閣であった柴田勝家を中心にこの秀吉がこれ一人こう突出するのを防ぐためにですね、えー、合議制によってこの円満に織田政権を引き継ぐというような戦略を立てていたわけでございます。いわゆる反 秀吉包囲網といいいうのを引いていたわけですねところが秀吉は秀吉で、えー、自分の考えに共鳴する人たち、えー、親しい秀吉つまり新秀吉グループを築こうとしていたつまり全国の大名たちはこの2つの立場をこう興味深く見ていたわけですね。でそういう状況の中で皆さん今日のその時は迎えられるのでございます。 天正十一年二月二十八日。まだ残る雪をかき分けながら、勝家軍が出発します。勝家軍は越前から南に抜ける北国街道を通って進み。三月十二日には琵琶湖の北、賤ヶ岳近辺に全軍およそ三万が布陣します。 勝家、動く。この知らせを聞いた秀吉も自ら兵を率いて出陣します。17日には、およそ5万の秀吉軍が着陣しました。ここに両軍が相対峙します。勝家は戦況を俯瞰できる山々に多く取り出を築いて、秀吉に備えていました。 秀吉は柴田軍の不尽の硬さを見て戦略を巡らせます越前から近江に向かう勝家軍の街道突破を封じるために秀吉は両軍が対峙した前線の狭い平野部に長い策を築いています秀吉の防御策を再現してみました 柵は山の鳥から尾根を通って平野部を封鎖しています。敵の侵入を防ぐために深い堀が掘られ、土塁の上に柵が設けられていました。秀吉は弟秀長に宛てた手紙で、この堀と柵を使った戦略について細かく指示を与えています。 総構えの堀から鉄砲を打ち放ってはいけない誰も堀の外に出てはならないこれはすなわち敵の挑発に乗って攻撃してはならない敵を刺激してはならないという命令です 勇猛果敢で知られる勝家を警戒した秀吉はこの戦いは時間をかけた持久戦で勝機を呼び込むしかないと考えていたのです一方の勝家はどのような作戦を立てていたのでしょうか山麓に数多く残る砦跡の発掘調査から 勝家の戦略が明らかになってきました勝家軍の砦の多くは秀吉軍の砦とは違ってしっかりと堀を巡らしてはいませんさらに静岳の戦いに参加した武将の家に伝わった古地図から勝家が砦と砦を結ぶ尾根に 幅3元の軍道を設けていたことが判明しましたどうもあの攻撃型っていいますか、えー、道を作ってとにかくあの大軍で、えー、南下しようという意図があったようですねですからあのええー、秀吉軍が持久戦を考えていたのに対してどうも勝家軍の方は一気にこのあの北海道を抜けて長浜平野に出たい っていう思いが陣跡からはうかがえるんではないかというふうに思います勝家が短期決戦を目指したその背景には天正10年の秋から仕掛けていた秀吉包囲網の成功がありました勝家は岐阜の織田信孝や伊勢の滝川一益と連携して 秀吉を一気に攻撃しようという戦略のもとに、ここを静ヶ崎に布陣したのです。4月2日、北国海道を封鎖した柵を隔てて、ついに両軍が激突します。 柴田軍は、秀吉の築いた堀と柵を突破することができません。一気に南化し、味方と共に秀吉を挟み撃ちしたいという勝家の戦略は、ついえたかに見えました。しかし、その後、戦況が変化します。伊勢の滝川一正が美濃に入り、織田信孝も挙兵。 秀吉は2万の大軍を割いて迎撃に向かい4月16日には大垣に入城しましたこの時勝家の甥佐久間守政は守りの薄い敵の砦を狙った奇襲攻撃を勝家に進言します味方の兵力を二分するこの作戦はもし失敗すれば全軍が危険にさらされます しかし、敵の兵力が減った今こそ後期でもありました。勝家は奇襲攻撃を実行に移します。4月20日午前2時、佐久間隊およそ4000が進軍を開始、静ヶ岳付近の山中を抜け、夜明けとともに秀吉軍の砦を攻撃します。 秀吉軍の懐深く入った佐久間隊は二つの砦を落とすことに成功しました森政は今ならば勝家の本隊が秀吉の防御策を突破して南下することが可能だと勝家の進軍を要請しましたしかしこれを聞いた勝家は 早く本陣まで戻るようにと森政に撤退を命じます砦を落としたとはいえ佐久間隊はいわば秀吉軍の中に孤立しているのも同然の危険な状態でした後世の記録には秀吉を警戒する勝家の言葉が残されています。秀吉は 猿が小杖を伝うような速さがある。その方が兵を引かないうちに秀吉が戻ってきたならば、我らの負け戦は今から予想される。早く引き取れ。勝家が重ねて森政に催促するうちに夜を迎えます。 午後9時頃勝家は驚くべき知らせを受け取ります岐阜方面に出兵していた秀吉軍1万5,000が戦場に戻ってきたというのです勝家の不安は的中しました大垣で佐久間隊の奇襲攻撃を知らされた秀吉は52キロの道のりを5時間余りで戻ってくるという離れ技をやってのけたのです ここにいたり、佐久間隊は撤退を開始。21日深夜、秀吉軍との戦闘が静ヶ岳で始まりました。撤退しながら敵に当たる佐久間隊、追撃する秀吉軍、一進一退の攻防が続きます。この両軍の攻防のさなか、 戦局を左右する鍵を握ったのが佐久間隊を援護する位置にいた前田利家およそ2,000の軍勢でした利家の援軍をあてにした森政は退却しながら兵をまとめて秀吉軍に新たな攻撃を加えようとしていましたところがその時秀吉有利と見た前田利家は 何の前触れもなく戦線を離れてしまったのです頼みにしていた前田隊の離脱で佐久間隊は総崩れとなりましたこれを知るや勝家軍の他の部隊も戦線を離脱ここに戦局は一挙に秀吉に傾きます そして、その時、天正十一年、千五百八十三年四月二十一日正午、勝家は退却を決意します。勝家は、越前北野省の居城へと敗走します。ここに、静ヶ岳の戦いは、 秀吉の勝利に終わったのです大和田さんあの戦いそのものはね、うん、その敗戦前日まではむしろ合格であって、うんねはい、やはり勝家軍にとってショックだったのは前田敏家の離反離脱だったんで,、ね、ですね、ええまあ、結局これが戦局左右するわけですよね本当に ちっちゃな動きなんだけれども、うん、そのほころびがもう柴田軍全体のまあ配送という形になりますね、うん、まあ前田敏家はまあ自分の寄り木みたいな形でずっと来ましたんで,でおそらくその時点で勝家としては、まあ、これで織田家のいわゆる家老の合議性みたいなものがもうこのままちょっといかないなということをまあ実感として感じたんではないかなと思いますね。うんうん、つまりこう戦いによって 秀吉がもう勝ったわけですからもうこれは秀吉の時代だということになってこう織田家を盛り立てようという、まあ、自分のね考えっていうのが、まあ、ちょっと時代遅れだったのかなということを、うん、まあ彼ととしては感じたと思います,す、ね、その時代の崇勢ということを彼も感じていたのかもしれませんね。そうですねあの彼はやっぱり 信長軍団の中ではやっぱり優れた人物で非常にこう常識的だしあるいは良識的だしそういった意味ではこの田軍団ははああるる意味ででまととめていける能力があったと思うんですねだから平和な時代であれば勝家的な生き方が一番理想的だったんでしょうけどまあ戦国ですので。 力あるあるいは能力あると言いますか、そういったものにある程度みんながついていきたいという思いがこう秀吉を押し上げたという形ですね。さあ今日のその時はどう歴史を動かしたでしょうか。はい。あのー、まあこれまで鈴ヶ岳の戦いっていうとどうしても。 秀吉の数ある戦いの中の一つだというふうな位置づけですけれどもここ数年それこそ新しい文書が発見されたりあるいはこの静ヶ家近辺での遺構をですねあの砦だとかそういったものがえ調査されるようになってむしろかなり大掛かりなこう領有のまあ激突だっていうねそのことが明らかになってきましてこれはやはりこう秀吉がその後こう天下を取っていく。 もう画期的な戦いだったと、うん、この戦いに勝ったから秀吉は天下統一に進めたというような感じで私は受け止めてますどう、ね、もありがとうございましたご覧のような経緯で柴田勝家は負けました 静家を退却して配送するその配送の先はですね柴田勝家の両国一年の北の庄のお城でありましたそのお城の中で彼はどういう最後を迎えたのでありましょうかそのこととそれからこの北の庄でのお柴田勝家の画像がですね、うんえー、公開されたんですね14年ぐらい前私初めて見るんでございますがえのー そのお画像もご紹介しながら今日はお別れしたいというふうに思います今夜もご覧いただきありがとうございました静ヶ岳の戦いに敗れ越前北野章に逃れた勝家は秀吉軍に城を包囲されました 勝家はその城の中で、80人の家臣、妻お市の方と最後の杯を交わします。翌日、天正11年4月24日、勝家は燃え盛る炎の中、お市の方と共に自害して果てました。 勝家が残した時世の歌です。夏の世の夢地儚き後の名を、雲居にあげよう、山ほどとぎす。短く儚い夏の世の夢、同じように儚い人生を終えた私の名を、どうか山ほどとぎすよ。遥か彼方の誰かに伝えておくれ。 勝家の子孫柴田勝次郎さん。柴田さんは生前の勝家の姿を描いた肖像画を所蔵しています。これは柴田さんの代までは門外不出で、14年前に初めて世に存在が知られた肖像です。落城間際の勝家の姿を写し取り、 それをもって落ち延びた息子が獅子孫孫へ伝えたといいます茶色に変色したような勝家の額これは帰り地を浴びた様子を表しています柴田勝次郎さんは勝家は力強さと優しさ その両方を兼ね備えた人物だったと言います。やっぱり生きていく限りには、人間には絶対パワーが必要です。自分が信ずる、こうだと思う方向に向かってですね、あの、命をかけて、進むと、努力をするということじゃないかと思います。はい。その、 周りを包んでいく。そういう優しさ。これは絶対必要です。それがないと人はついてこない。 明治新の悲劇会津戦争東北生活を目指す明治新政府軍に立ち向かったのは忠義の人松平肩盛反逆者の汚名を着せられ大勢の犠牲者を出しながらもなぜ片森は戦い続けたのか次回の「その時歴史が動いたは」は時代の激流の中で己の正義を貫こうとした松平肩り。会津戦争の苦闘」を描きます